はい、こんにちは、ポップです。FX チャンネル5月12日水曜日続いて先進国通貨ドルストレートの解説を始めていきます。順番はいつも通りユーロドルから始めましてポンドドル、5ドルベードルの順番で解説をしてきますのでよろしければ最後までご視聴ください。なお全体の相場感につきましては既にアップしております クロス円の動画にて解説をしておりますので、よろしければそちらをご覧ください。それでは早速、こちらの動画では、ユーロドルの15分足、こちらから解説をしていきましょう。ユーロドルの1日に関しては、ちょうどね、1日前のタイミング、今同じぐらいの水準でございましたが、こちらの1.2140から30の間をうろうろしておりましたが、欧州時間の初動はユーロが買われる展開で、 ちょっとね、レジスタンスを受け気味でありました1.2150、えー。こちらを上回って推移していたのがね、えー、昨日の欧州時間の後半からニューヨークマーケットの前半というところでございました。えー、ただね、ニューヨークマーケット、えー、かなりねダウンの方も下げましたので、ちょっとね、リスクオフのドル買いというところが入りまして1.2150付近まで下がってきてクローズ。 そして東京マーケットもね、えー、ちょっと日経平均の方が2日で1300円下げるというところがありましたので、そういったところでリスクオフの、まあ、円買いではなくてドル買いというところでね、こういったところでドルが強くなってユーロが相対的に売られて、今はね1.2150の下側で推移しているという状況でございます。まあ、ちょっとね、このような形でリスクオフに傾いている状況であれば、ドル買いの方が優勢ということでユーロは相対的に売られる。 えー、先週までは、ねえー、非常に移動平均線が右肩上がりで、その上側で、ね、平均足が推移しておりましたので、まあ、こちらはおしめ買いということで、ね、上昇トレンドでございましたが、えー、ここもと、ね、ちょっとレンジ相場ということで移動平均線が横ばい、そして、えー、大体の、ねえー、レンジとしましては1.2125からこちらの上の1.2175という、ね、50ピプスを推移している、えー、レンジになっている形でございます。 このような場合ですね、どのような形でレンジブレイクするかというところでございますが、一つの目安としては、この移動平均線が横ばいのときには、基本的にはこの移動平均線を挟みながらの攻防というところでね、ボリンジャーバンドの上限と下限でね、サポート、 レジスタンスを受けるというところでございますが、ここが破れるというところは、移動平均線を例えば下側から、ね、上抜けることなく、もし上から降ってくるときは、移動平均線でサポートを受けたり、この移動下からの場合は移動平均線でレジスタンスを受けたりと、こういったところがトレンド転換のサインになり得ますので、 そういった意味からいきますと、ちょうど今1.2150付近に移動平均線がありますので、まあ、ここをね、超えることなく、今、陽線が2本目になっておりますが、1.2150および移動平均線を超えることなく陰線に切り替わった場合、いわゆる移動平均線がレジスタンスになった場合にしっかりとショートを取っていく。このような考え方を持っていただければと思いますので、まずは移動平均線を超えることができなければショート。 えー、そして、移動平均線を超えてしまった場合は、様子見というところでよろしいかと思います。えー、そして、えー、ショートを組んだ場合に関しては、レンジが上抜けたところでは、えー、こちらはね、えー、損切りをするというところと、まあ、1.21前後でサポートが入る可能性がね、まあ、明確な節目と、えー、過去のレジスタンスラインもちょっと下側にありますので、ね、まあ、そういったところを欲張らずに、一旦は利益確定をするというところがね、大事かと思いますので、参考にしていただければと思います。 はいえー、以上でユーロドルの解説を終わりまして続いてポンドドルの解説に移っていきましょうはい、えー、ポンドドルの方はね、えー、こちら、えー、ドルも強いんですが、まあ、ポンドもね相当に強いっていうことで、えー、結局のところね、えー、今は方向感を失っているというところでございます 昨日の動画解説のタイミングですと、1.4130から、えー、その下の、えー、1.4120ですね、えー、ここのあたりをうろうろしておりまして、えー、欧州時間の中盤からニューヨークマーケットの序盤までは、一旦はね、えー、ポンドが買われまして、1.4150を上回る場面もあったというところでございます。 ただ、ニューヨークの後半から今日の東京マーケットにかけて、まあ、要はね、リスクオフのドル買いというのはね、ユーロドルでも説明してましたが、そのような形で、一旦は1.4110。ここにね、行って来いという形で元に戻ってしまいました。ただ、東京マーケット5場を過ぎたところからですね、ちょっとポンドに買い戻しが入っているということで、まあ、結局はね、行って来いのまたもや反発ということで、少しレンジ相場方向感がない動きとなっております。 そして、60分足で、ね、ご覧いただきますと、これね、過去に引いた三角ペナントでございますが、まあ、しっかりとね、上抜けして、この三角ペナントでね、力を貯めておりましたので、まあ、雇用統計後からですね、しっかりとこの三角ペナントを上抜けしましたので、まあ、その上方向にね、強いトレンドが出ておりまして、今でもね、非常にこのポンドの方は、ショートポジションが多いということで、かなりね、踏み上げ相場が進んでいたというところでございます。 こちらね、さすがに200ピップス上げましたので、一旦は力を貯めているということで、今は1.41から上の1.4170ぐらいですね。こういったところでレンジがあるというところでございますが、ちょっとね、こちらユーロドルの方は移動平均線よりか下側でね、要線から陰線になったらショートということでございますが、ポンドね、ちょっと強い動きをしておりますんで、これは1.4150付近までは戻ってしまう可能性が十分にありうるということでございます。 よって、ですね今回のポンドドルに関しては、レンジブレイクをね、今日の段階では狙っていただければと思いますので、ショートを取る場合は、この1.41ですね、サポートラインを割り込んで、その下側で要線から陰線になった場合ですね、そういったところでしっかりとショートを組んでいく。 結構ね、この200ピプスというのはスルスルっと上がってきましたので、落ちるときはね、結構ストーンと落ちるかもしれませんので、1.41割り込んだらね、えー、ちょっとこのあたりは、えー、反発です、レジスタンスですね、えー、戻ってくるところ、1.41のサポートが負担になったところで、しっかりとショートを取っていくのが大事かなと。えー、そして、えー、上方向に行った場合ですね、また1.4150ぐらいを目処としていただきまして、この1.4150の上側で陰線から要線というサポートが入った場合ですね、 まあそういったところはロングを組んで、まあ、1.42ぐらいまでの吹き上げ相場は十分にあるというところでございますので、まあ、ここはね50ピプスのレンジはトレードをやめておいて下抜けしてレジスタンスを食らったらショート上抜けしてサポートを受けたらロングというような、ね、形でレンジブレイクを意識した待ち方でよろしいかなと思いますのでね、まあ、ポジポジして上に行くか下に行くかというところを予想せずにレンジをしっかりと、ね、ブレイクしてサポートもしくはレジスタンスでロングショートを組んでいく このような考え方でよろしいかなと思いますので、参考にしていただければと思います。はい、えー、以上でポンドドルの解説を終わりまして、最後にゴードルベイドルの解説で締めていきましょう。 はい、えー、5ドルベードルにつきましては、さっきの動画で5ドル円は非常に弱いというお話をしておりまして、まあ、5ドルがね、ちょっと先進国通貨では、えー、負けてるという状況でございますが、えー、この5ドルベードルも対ドルについてもね、えー、5ドルは弱い状況で、えー、ちょっとね、下目線かなという状況でございます。えー、昨日の動画解説のタイミングですと、 0.7840付近をうろうろということでね、まあ、基本的には0.7820と0.7850という30ピップスをうろうろしていたんですが、最終的に今日の東京マーケットのまあ9時半過ぎですね、ここでちょっと三角ペナント気味でしたが、下方向に抜けてしまって、一気にね0.78を割り込んでしまう場面もあったというところでございますが、ちょっと欧州時間ね、今反発をしているというところでございます。 えー、ただね、これを見ていただきますと、60分足ですね、ちょっと今までの上昇トレンドから下落トレンドに切り替わりつつあるかなというのがね、この移動平均線の角度、見ていただければ、右肩上がりから右下下がり、そして、えー、右肩上がりの移動平均線の時は、平均足が上側、右下下がりの移動平均線の時は、平均足が下側になるというところをね、考えますと、 これはユーロドルと同様に移動平均線を超えることなく、要線から陰線になれば、ショートのチャンスかなという状況でございますので、こちらの方はね、移動平均線もしっかりと右下下がりに落ちておりますし、落ちておりますので、このあたりは反発が弱ければ、具体的には移動平均線を超えないえ反発、弱い反発であれば、しっかりと陰線になったタイミングでショートを取っていく。 ちょっと0.78がね、えー、これサポートラインになるかもしれませんが、一旦はね、ここ抜けておりますんで、まあ、そう考えますとね、えー、その下の0.78の下にね、0.7785ぐらいでね、過去のレジスタンスがありますので、まあ、このあたりぐらいまではね、しっかりとストンと落ちてくれるかなと思いますので、しっかりと反発が弱ければ叩く、移動平均線の下側で、要線から陰線に切り替わったところでしょうと。このような考えを持ってね、相場に臨んでいただくことがよろしいかと思いますので、参考にしていただければ。 と思います、はいえー、以上でね、今回のドルストレート、えー、3ペア3通貨の解説を以上といたします。えー、昨日は YouTube ライブで、ね、お休みをいただきましたが、今日は予定通り21時から YouTube ライブやっていきますので、ご質問のある方、最新の相場感を共有されたい方ですね、えー、ぜひ覗きに来ていただければと思います。えー、それでは、えー、今日も、ね、お仕事とトレードお疲れ様でございました。またお時間ある方、21時からの YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。